ゆっくり3号です。ラユウです。今日は初心者初級者さん向けに、基本的なボールの回転を説明するよ。ボールの回転？まずは相手側から下回転が飛んできてる状態。後進回転でバックスピンだね。詳しく見てみると、下回転方向に回ってるから。ラケットに当てるとボールは真下に落ちちゃう。次は相手側から上回転が飛んできてる状態。前進回転だね。詳しく見てみると、上回転方向に回ってるから。ラケットに当てるとボールは上に浮いちゃう。次は相手側から順横回転が飛んできてる状態。順横回転だね。詳しく見てみると、順回転の横方向に回ってるから。ラケットに当てるとボールは右に飛んじゃう。次は相手側から逆横回転が飛んできてる状態。逆横回転だね。詳しく見てみると、逆回転の横方向に回ってるから。ラケットに当てるとボールは左に飛んじゃう。次は相手側から無回転が飛んできてる状態。ナックルボールだね。詳しく見てみると、そのまま無回転。意外に厄介なボールだよね。無回転なのでラケットに当てるとボールは、失速するような感じでポテッと落ちちゃう。次は相手側からジャイロ回転が飛んできてる状態。ジャイロ回転だね。初心者さんには馴染みがないけど、正面から見ると扇風機の羽が回るような回転になるよ。面白い回転だね。ジャイロ回転なのでラケットに当てるとボールは、理論上 X 方向の軸に当たるので何も起こらず帰っていく。そして最後は現代卓球で現れた、下でも上でも横でもないこの回転。台の摩擦力を利用して軸を操る、稲妻系やキック系がこれになるのかな？名前だけでも覚えておいてね。先ほどの回転をサーブにすると、ボールの下側を切るとシンプルな下回転サーブ。これが下回転でバックスピンになるんだね。ボールの上側を切ると上回転サーブ。これが前進回転のサーブになるんだね。ボールの左横を切ると順回転系の横回転サーブ。これが順横回転のサーブになるんだね。現代選手はこれ多いよね。ボールの右横を切ると逆回転系の横回転サーブ。これが逆横回転のサーブになるんだね。巻き込みサーブやバックサーブはこれだよね。回転解説いかがだったでしょうか？卓球初心者さんにはちょっと厄介なんですが、卓球は回転を操るスポーツなので、まずは回転の基本をゆっくりでいいので、覚えてみてね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたします。